キシネマネタイオールが始まる。はい、モコと申します。ちょっと今日ツイッターで見つけたんですけども、なんか有名漫画家の押切れんすけ先生のなんか今ネットで無料でなんかその閲覧できる漫画のね、なんかね、世界狭い世界のアイデンティティっていう漫画、今なんか無料で読める範囲内なんで、これ映しちゃいますけど、これになんかこれわかりますかね、これパッと見、これ俺が映ってんだよね、ほらバチコリモコリて、バチコリ、そしてサングラスモコリまで来たらもう完全俺でしょ、ということでちょっと今回、動画をさせていただきました。はい、なんかこの内容が漫画をただで見せて広告収入でウハウハだぜってなんかキャラが言ってるから、まあ、多分最近話題の漫画村をなんか皮肉ったような内容だと思うんですけど、まあなんかネットでね無料で読めるっぽいんで、ちょっと俺も読んでみようかなと思います。すごく気になるんでね、ついになんかあの有名漫画家の押切先生の漫画に登場したいと、これもう一回見せろ、バチコリだよバチコリ、完全俺だよねこれね。いや嬉しいよ、わかんない、こういうのってさどうなんだろうさ、押切先生自身が書いてるのか、それともなんかその漫画の原画書く人なんてアシスタントっていうのか、なんかそういう人が書いてるのかわかんないけど、嬉しいですね、漫画でこうやって俺の存在が認知されていくっていうのはね。はい、っていうだけの動画です。これネットでなんか読めるのかな、これどこで読めるんだろう、コミックデイズでなんか無料で読めるらしいです、ネットのコミックデイズってとこなんか無料で読めるらしいんで、まあ、ちょっと俺も詳しいことは分かんないんですけど、皆さんもぜひ読んでみるといいのかなと、うん、なんか普通に内容面白そうだからね、俺も読んでみますわ。はい、ということでまた皆さん次回の動画でお会いしましょう。さよなら。